皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はグラミチのナイロングラミチパンツをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、いつも通りね、簡単に素材が出てるからご紹介していこうと思うんですけども、こちら人気モデルを現代的にアップデートしたナイロンパンツとなっておりまして、こちらね、日本限定モデル、グラミチのアーカイブのアイテムの中から人気アイテムが復活した形となっております。180度の開脚を可能としたガゼットクロッチ、片手で調節できるウェビングベルトと、あとイージーウエストですね、まあ、こちらがね、まあ、本当にグラミチの特徴的な部分がね、しっかりと活かされたパンツとなっております。クライマーとしての体験をもとに、クライマーが欲しい機能をすべて具現化したような革新的なパンツとして誕生したグラミチパンツなんですけども、シルエットや仕様など現代のニーズに合わせさらにアップデートされております。長年愛され続けるグラミチの定番のパンツが、デュラブルナイロン素材で日本限定モデルとして登場しております。ドライタッチと製品洗いを施したようなワッシャー感ですね、こちらまあちょっとシワ感のあるようなナイロンが、まあ、特徴的な部分と、撥水性に加えて風を通しにくく、突然の雨や風にも対応可能な素材が使われているというところが一つ大きなポイントとなってるんじゃないかなと思います。こちらね、本当にあの腰回りは程よくゆったりしてまして、でもあのシルエット自体はね、かなりスッキリめで履いていただけるナイロンパンツとなっております。まあ、今回ね、ブラックとカーキと2色ご紹介してるんですけども、まあ、そちらのね、カーキの色の方もまた見ていただければと思いますし、一応お取り扱いは、あとコヨーテと、ネイビーですね、こちら4色、お取り扱いしておりますので、まあ、他の色も、ご覧になられたい方は、まあ、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、まあ、そちらの方から、ちょっとね、色など確認していただけるような形となっておりますので、ぜひ気になる方は、チェックしてみてはいかがかなと思います。でこちらお値段がね、税込みで 13,200円と、まあ値段的にもね、まあ、コスパはまあ悪くない方なんじゃないかなと個人的には感じております。でこちら実際着用してるんですけども、163cm 54kg で、今ブラックの S サイズを着用しております。結構ねウエストはまあ、最近ちょっと太ったんであれなんですけども、もう本当にジャストって感じのウエストになっておりますね。まあ別にウェビングベルト締めなくても全然ボタンだけで止まるような感じの印象ですかね。結構腰回りは本当にコンパクトで、お尻周りもかなりスッキリめでお使いいただける感じのシルエットなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃこのテーパードがギュッと効いてるっていうわけでもなくて、程よく緩やかに裾に向けて細くなってるような感じの印象ですので、まあそんなにね、特徴がめちゃくちゃあるような形ではないんですけども、その分流行り去りなくて、本当にスッキリ履いていただけるような印象ですかね。で裾はね、一応ドローコードついておりますので、絞って履いていただくことも可能となっております。まあ裾絞るとね、結構印象もね、よりスポーティーな感じになって、結構雰囲気もガラッと変えていただけるんじゃないかなと思いますので、その辺はもちろんお好みで合わせていただければいいんじゃないかなと思いますが、まあ結構ね、わりかし細めなパンツとなっておりますので、どちらかというと個人的には絞るよりもうそのままストンと履いていただくのも、またまたこれはね、普通にかっこいいんじゃないかなと思います。丈はそんなにめちゃくちゃ長めではないですので、まあ裾はね、特にこう切ったりとか、まあ、そういったところもね、気にされなくていいような丈感となっておりますので、まあ、本当に、買ってすぐ履けるような感じのパンツとしては非常にね、便利なんじゃないかなと思っております。結構ボリュームある靴と合わせてもね、非常に相性はいいかなと思いますし、結構緩めなトップスとの相性もね、非常にいいですので、本当に幅広いコーディネートにしっかりとはまってくれる感じで、このナイロンの光沢感もね、すごく上品さもあって、個人的にはそういったところもね、大人の方が、すごく履いていただきやすい、形となってるんじゃないかなと思っております。
で、こちらがお色違いのオリーブの方ですね。今ちょっとね、これも申し訳ないんですけども、光の具合でね、結構明るめに映ってるんですけども、実際もうちょっと深みのある感じのカーキとなっておりますので、まあ、その辺はね、ちょっと概要欄のリンクの方から飛んでいただいた商品ページの方を見ていただければ、まあ、もうちょっと実物に近いようなお色がね、ご覧いただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そちらも見ていただければなと思っております。このオリーブもね、非常にこの使い勝手が良くて、まあ、1つあったら、すごくね、便利な色なんじゃないかなと思いますが、やっぱり個人的にはね、もう黒がダントツ一番かなと思います。まあ、黒ありきのちょっとこういったオリーブとか、まあ、コヨーテとかそういった感じのカラーに、手を出すような雰囲気の方がまあいいんじゃないかなと思っておりますが、皆さんはいかがですかね。結構ね、このナイロン素材の、オリーブとかコヨーテとか、まあ、ベージュ系とかね、あんまり結構個人的にはね、コーディネートがなかなか難しくて、どうしてもね、この黒が一番正直使いやすいので、結局こういう色を持ってても黒に逃げてしまうような感じの印象になってしまいがちな、僕の、コーディネートですので、まあなんかね、ヒントとかあれば、教えていただければなと思っております。で、こちらちょっとね、オリーブの方ワンサイズ上げて M サイズを着用しております。やっぱりね、ウエストももちろんなんですけど、太ももの裏とかもね、結構ボリュームあるような感じになりますので、これはこれでね、非常にいい太さかなと思っております。まあ、このぐらいの緩さで履いてもね、全然もともとのシルエットが結構細めな感じの、綺麗な雰囲気となっておりますので、全然こちらぐらいの感じで履いていただいてもだらしない雰囲気には、まずならないかなと思っております。で、まあ、全体的にこのぐらいのゆとりがあればね、ちょっと裾絞って履いていただいても、これは、雰囲気はね、よりスポーティーな感じで、出せるんじゃないかなと思いますので、結構ね、緩めな感じで裾絞ると、この足首のところに生地がたまる雰囲気が出るので、それが、個人的には好きなので、まあ、かっこいいかなと思うんですけども、まあ、もともとのこの裾幅がね、結構細めな感じになりますと、特に、絞らずとも、まあ、ライン自体綺麗ですので、雰囲気はね、このままでもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、もちろんそれは各々考え方あるかと思いますので、ぜひね、なんかこういった着方が好きっていうのがあれば、コメント欄で教えていただければなと思っております。はい、ということでね、今回ご紹介してきました、グラミチのナイロングラミチパンツですね。もう絶妙な太さと、もう万能のこのシルエットの、綺麗さ、デザインの使い勝手の良さっていうところ、あとね、日本限定発売っていうところがね、まあ一番大きな、お伝えしたいポイント3つぐらいかなと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみていただければなと思っております。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。一応ね、ナイロンパンツ、こういったイージーパンツのね、雰囲気、今年ね、やっぱりめちゃくちゃ多くのメーカーさんからね、紹介されておりますので、次回ね、ちょっとまとめ動画みたいな形になるんですけども、まあ個人的におすすめナイロンパンツまとめ動画みたいなのをね、まあ、ちょっとやってほしいっていう声もいただいたので、次はそれをしたいなと思います。ということで、次の動画までまた、さようなら。